さあ、無事に準決勝を終えたんでね、これで決勝で仮に負けたとしてもね、まあ、なんとかなりますよ。ね、何回かやり直せるんで。で、正直、魔法使いの決勝戦は、僧侶や、舞踏家ほどではない。ですけど、ちょっと厳しいのが、要素があって、それは、SP カードが鬼コンボを固定だってことなんですよ。これはつまりどういうことかというと、例えば相手がワンパターン戦法、例えば技が呪文しかないとか、打撃しかないっていう状態が分かっているのに、または攻撃 SP が飛んでくるのが分かっているのにもかかわらず、僕は鬼コンボしか使えないんですね。そこの縛りが効いてくるわけですよ。さあ、決勝戦なんですけど、本来であればあんまり苦戦する相手じゃないです。なんで言うかって言いますと、全員呪文だからです。つまりこれはマジックバリアを使えば完封できてしまいますが、私の今回縛りのにね、鬼コンボしか使いません。苦しい。コンボしか使えないっていう状況下で、この魔法が、マジックバリアがあればどんだけ楽かって話ですよね。ちゃんと相性もあるんでね。で、魔法使いレベル50なんで、単純にダメージレースでは負ける可能性が高いです。うわー、きついなー、これ。普通に魔導士の強い魔力上昇からのさ、呪文は強いからね。踊る宝石が、魔法トーンを打ってくれることかな。ナイスー、よく当てたな。踊る宝石は魔法トーンで結構なんか、じらしてくれれば、アークデーモンとか、マジカルメイスター打撃に逃げることもできるんで、踊る宝石の機嫌に左右されるかも。全然効かねえわ、ヘアドラコンで。ベギラマ撃ってくるわ。魔法通ってきてくれ、頼む。魔法通ってきてくれば、お前ね、だいぶゴミになってくる。ギャッ、結構食らうな。メラミやばいな。これメラミ。普通に魔法使いレベル50のメラミ弱いわけねえからな。ほら、こうなってく。きつい。いや、普通に打点がやばい。やばいやばいやばい。マジでちょっと待って待って待って。本当に待って。普通にゴリ押されるっちゃう。串刺しはアークの方に行くでしょ。いけ、串刺し、せーの、誰行ってんだ。おー、しゃべった、危ねえ。ここ行こうか。ここ翼で行きます。確かね、このターンじゃなかったかな、翼が使うのって。 SP を使うターンにちょっと合わせたいんで、ここで翼でします。よし、まずここで勇気巻きを阻止していく。何でしたかっていうと、このターンに確かメタパニーマ、つまりこのターンにメタパニーマをされるということは、まあ、主人公をね、動かせても、ま、なんとかなるでしょうと。主人公と前でもなんとかなる、なんとかなる、なんとかなるって。ギャーッ！終わった。保険でやったのに、保険かけたのに。はぁはぁはぁ、魔法トーンにしてくれ、頼む。魔法トーン打ってきてくれ、頼む。やばいって、なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、マジかよ、なんだよそれ、やっちゃったわ。これは終わりだ、クソ野郎や。きついな、もうここまで来ると。魔法トーンに逃げてくれたか、ここで。でもこれさ、アンクルホーンは絶対攻撃でしょ。メラミの時点でもう負けだわ。または盾だけ変えようかな。いや、ワンチャンね、あるとしたら、おー、いいね。魔法同士の杖が魔力上昇すればワンチャンあるかも。うわー、メラミ終わり。え、終わりじゃないの。え、終わり、普通にゴリ押されて、あー、もうダメだこれ。あ、ダメだこりゃ。メダパニーマン、そんな、あのハゲジジイ、そんな強くなかっただろう、お前。一つ策があります。それはですね、どうせ魔法使いが、まああんま魔法通らなかったわけですよ、さっきシャダルコはね。ということは打撃が通ります。まあこいつら。ということは、
打撃でいきます。私の持ってきた武器を紹介します。ソードブレイカーという武器がありましてねこちらの武器はですね、魔法使いが装備できる探検装備、これが本体。いざよかん、攻撃力が上がるぞ、バイキュートーンこれです。アンクルホーンがいるんですよ。アンクルホーンが狙い目です。これ正直アンクルホーンがいるってことは、そこにバン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 攻撃を打ち込めばいいんで、そこを狙ってバイキルトの攻撃を打つ。正直自分よりそっちの方が通ると考えました。ダメージレースで有利になるからね、その方が。でクラブインパクト、バイキルト乗ったよ。アンクルホーン頼むよ。そう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 、めったに避けないからこいつ。よいしょー、そういうこと。この火力でいこう。さあどうする、メラミ打ってくんだよな。魔力上昇しないなこいつ、賢いな。お前賢いな。うわー、メラミこんな食らうの、やば。コングヘッドこんな食らうの、やばいな。ダメージレースマジで負けちゃうな。相手の AI が、ポカやらかしてくれないとダメかな、もしかして。いやー、串出し、バイキルト乗ったのこの串出しも、よいしょ、よし。いやー、今の位置外しダメだよ、絶対。外しちゃいけねえところで外したもん、今、バイキしたやん。バイキした、2手かけてんのよ、こっち。2手かけたもの外すとやばい。なあ、ここも2回、2体かかるんかい。大混乱多くねえ。そんなベタパに今有能だったの。あ、来た、マホトーン。よし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 。それに、驚くすぎるマホトーンがどんだけ逃げてく。あ、でも待って、アークデーモンお前、どっちした？アークデーモンが言わずだったら戸惑い攻撃だもんね。いやー、厳しいな。次のターンまで耐えないとダメだな。まず次のターン耐えたところでさーって話だもんね、これ。ウルトラスタンプ圏内かって話だもんな。アングルホーム強いな。さあどっち選んだの。さあ行きます。何をしてるのか君は。しかも何してんだの、おめえらはどいつもこいつも何しに来たんだおめえらマジでどいつもこいつも何しに来たの、頼むよおめえらマジでどいつもこいつも何しに来たんだよポコポコ外しやがって、大会モードのよくある何もできてねえなーこいつらそうなんだよな、マジックバリア一つあるだけで全然違うのに。いやー、こうなるともうきついな、正直きついね。バイ切れて入れなくても330出んのか。まあほとんど逃げてくれたけど、これね多分、1300もあるもん。さすがに無理が過ぎるよな。アンクルホーンがいる時点で無理なんだよな。かけてみるけどね。一回かけてはみるけどね。一応かけてはみるか。まあ、一回やります。とりあえずね、大きいルート召喚して、大混乱？向こうもウルトラサンプルで全員混乱すればワンチャンあるんでね。そのワンチャンを捨てない気持ちでいこう。ワンチャンは決して捨てません。そこに勝利がある限り、オリコンボは、進軍をやめれません。あ、ないな。結構出んな、でも鬼コンボで。900弱出たか。これはどういう感じ？ワンチャンあるかっていうぐらい。あ、さよなら。さよなら。さよなら。歌うな、歌うな。作詞サブに溺れました。神は言ってはない。あ、ゴミかす！死ね！今日こそ。前回ですね、私、柵に溺れまくりね、メダパニーマにガンガン止まりね、あのハゲジジイにね、私はね、もう怒りを隠せません。ちょっとね、あのハゲジジイ、もといね、あの、匠だったら翼だったっけ？翼だわ。いつもこれ、なんか昔から間違えるね、これ。今日こそ翼にね、復讐をね、誓おうと思います。よろしくお願いします。ちょっと前回、柵に溺れすぎましたね、はい。ソードプレイカーなど使おうと思った僕が間違いでしたよ。魔法使いがソードブレイカー使ってもしゃあないですよ。うん。私はひらめきました。もうこれだ。ちょっと物騒な主人公が映ってる。あのね、皆さんの髪は物騒な主人公が映っているのではないかと思ってます。はい。私ね、今回いよいよ持ってきましたよ。魔法使といえば最強装備があるじゃないですか。おーっとー、どうするつもりだ。魔法トーンか、ベギラマン。こいつがね、なかなかね、魔法トーンとか魔力上昇の上振れを引けないんだよな。そこを引けるとだいぶ違う。っていうか、ダメージレースで勝てない。全然。今まで基本的にその魔法トーンとかされずに負けてる。いいね。さあちょっとね、こっちの打点が大事でございますが、よし、いいよ、いいとこいった。アンクルホーンに、おら、よしよ、アンクルホーン狙え。
ランク上昇の上振れ引けるか。よし、上振れ引いていく。いいね。この上振れでかい。魔力上昇をね、する分には次つばずれすりゃいいだけなんでね。ここの上振れでかいけど。さあ、来ました。魔法使いなんて。これでいいんですよ。フールストライク。あー、よいしょ。短い。弱いって。レベル30だとな。そっか。これでも弱いな。魔法トーン嫌って、物理にするかってなったらこれなったけど、それでも弱いな、思った以上に。いや、思った以上に弱いわ。んで。さあ、とりあえずここ止めまーす。よし、とどめ負けはない。HP も並んだ。はい、来ました。ここ鬼門です。はい。はい、はい、来ました。私のね。ハゲジジイ。この野郎、いつも毎回全員こなさせやがって、お前よ。もう効かね、もういいって、もういいって3回やめてくれ。3回とも全部これ、なんか全部メロパに今こんなってない？なんか俺いいって編集何回もさせんなって。なんか無理とかいうさ、無理とかダメとかさ、そういう編集何回も俺にさせんなって。何回その編集させんだよ。でもワンチャンあるよ。なんか魔法トーンとかだったもんね、なんだかんだで。なんだかんだで魔法トーンとかだったから、まあ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 。いけるぞ、いけ、串刺しでいけ。おら、上振れ引けも。上振れ引いていくしかないかも。まだわ、うわ、メラミになっちゃった。こいつのね、とりあえず、まあ、踊る宝石たちが、上振れを引け、なんで魔法を立てガードしてくれ。魔法立て仕事しろ。よし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 、そうそうそう。こいつらが、バカな行動に逃げてくれれば、ある。要はですよ。これ多分、いや、まだ1300万あるのか。いや、きついな、1300万あるのか。じゃあ、まだ、無理だね、鬼コンボは。鬼コンボ召喚でリーサル決めればいいだけだから。721。ギリギリのデッドライン。ギリギリデッドラインだな。でも多分ね、ここで何回心出してもいけるかなって感じ。せーの、よいしょ、ナイス。2個じゃないか、いってくれ鬼コンボ、やってくれ、叩き潰せ。この長い長い悪夢に流体より苦戦したんじゃねえかこれ。終始打て、吹き飛ばせ、打とう。これがリーサル。よし、いけた。結局、メダパニーマ嫌ったって言っても、メダパニーマで全員混乱で勝ってるよ。今までメダパニーマ全員混乱とかで負けてんのに、全員混乱で勝ったわ。踊る宝石がね、魔法トーンとかで逃げてくれたら全然違うんだよな。なんでリュウタよりこれ苦戦したんだ、俺。マジかよ。リュウタにさ、目捉えすぎて、ここの難易度をそんな考慮してなかったわ。盛り上がりますね。最終的に出てきた鬼コンボだよ。魔法使いの呪文は見た目も派手で観客が、うん、派手だったよ。確かに派手だったわ。なんか、うん、すげえ派手なのいたわ。やったー。はい、言った。残すフレッシュマンはあと一つ。戦士ですね。戦士はですよ。まあ、大会の中でね、一番難易度が低いとされてるんでね。まあ、パパッとクリアしちゃいますよ。できなさそう。